皆さんこんにちは、有村架純です。私は撮影現場でも普段でもプリマビスタの下地を使わせていただいていて、で愛用していたので、すごくこうご縁を感じてとっても嬉しかったです。プリマビスタのイメージは、とにかくその皮脂崩れ防止という、ワードが私の中では印象に残っていて、夏場は特にその油分が出てしまったりとかした時に皮脂崩れしないイコールプリマビスタだみたいな、なんかこう安心できるような、存在のアイテムが多いイメージです。現場は特に朝早くから夜遅くまで、夏場は特にこう湿度の高い中、撮影しなければいけない時に、やっぱり怖いのがそのベースメイクの崩れが一番怖くて、まあ、目元はちょっと直せば済むんですけど、ベースメイクになるともう一旦落として保湿し直してってなると時間もないですし、なのでできれば崩れたくないなっていうのが思っていて、なのでベースメイクは比較的慎重に、はい、作ってます。つけ心地はさらっとしていて、でその上からファンデーションを塗ってもちゃんと密着してくれる、なんかプリマビスタの下地とファンデーションが合わないっていうこともなく、こうしっかり肌にフィットしてくれるので、はい、そこはすごく信頼のある、はい、アイテムとして使わせていただいてます。なんか家の中にいるのが好きなんですけど、ついつい仕事が終わった後、本当は早く寝た方がいい時でも自分の時間が欲しいって思ってしまうと夜更かししてしまったりとか、なんかその寝るのがもったいないって思っちゃうので、そこのいつも戦いはありますね。でも本当もうそれだったら寝ればいいのにっていうぐらい何もしてないです家に帰ってソファーに座って、まあ、なんかその日なんだろう放送してたドラマを見たりとか、ドラマ一本見たりとか、なんかそんな風に過ごしてるんですけど、本当は多分寝た方がお肌にはいいと思います。ありがとうございます、はい。美容のことに関してはインナーケアとか、お肌のケアとかにすごく丁寧に向き合えた時は自信が持てますね。でどうしても現場に入るとセリフを覚えてで寝てっていう、その自分自身の心とあんまり会話ができてない時は、やっぱりお肌の調子とか体の調子とかがちょっと不調な時もあるので、なるべく丁寧に向き合えた時はよしっていう自信になります。なんか30歳に限らずですけど、いつかスカイダイビングしてみたいなとは思ってます。なんか高いところ基本的に苦手なんですけど、そのジャングルジムの上とか橋の上とか、でも空だったら多分現実離れしすぎていけるんじゃないかなってなんか思っていて、でサポートしてくださる人もいらっしゃいますし、ちょっと飛んでみたいなとは思います。意外と自然の多いところに最近行けていないので、その川があるところ、川だったらまだ涼しいし、なんかそこでバーベキューとかしてスイカとか冷やしたりとかして、なんか昔そうやって遊んでたんですよ、小学校の時とか。なのでもう一回その経験を思い出したいですね。崩れないっていう意志の強さっていうのが、まあ、瞳だったり表情に現れるように、私も気をつけながら表現させていただいて、でなのでそういう、プリマビスタさんの、持つ、
崩れないことへの自信とか意志の強さっていうのを自分自身に投影できるように気をつけながら撮影をさせてもらいました。これから、夏メイクをされる方々に、このプリマビスタの、下地が、お守りのような存在になっていただけたら嬉しいなと思います。ぜひたくさんの方々に使っていただきたいです。 CM もお楽しみに。